サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、大一番を前に会場の興奮は最高潮に達しています。福西さん、すごい試合になりそうですね。面白いカードですね。これなら内容にも期待ができると思います。早速試合の方を見ていきましょう。ホームチームのスターティングメンバーです。福西さん、 4-4-2 のフォーメーションでしょうか。はい、選手同士の連携が重要です。ディフェンスはゾーン戦術、オフェンスはサイドを中心に組み立ててくるでしょう。アウェーチームのラインナップをご覧ください。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。しかし今日は興味深い対戦カードですね。そうですね、全く予想がつきません。今試合開始のホイッスルが吹かれました。鈴木優真、ちょっと難しいか。ボールを失いました。ここはしっかりクリアされました。アウェー戦に臨むチームの失点数はリーグワーストの数字です。当面の課題は守備の改善といったところでしょうか。守りに問題のあるチームですから、今日のアウェー戦はかなりの苦戦が予想されます。いつも以上に守備に意識を置くべきですね。高い位置でカットしました。シュートだ。シュートのコースを読んでいましたね。マークを振り切った。ボールをクリアしました。裏までしっかり見えています。素晴らしいセーブでピンチを逃れました。惜しくも先制点にはなりませんでしたが、試合開始早々いい攻撃の強烈なシュートでしたが、バーを越えていきました。ボールを取り返します。ボールを持って上がります。ファーにボールを入れた。危ない場面もクリアで防いでいます。ここから狙うのか。ここは行かせない。キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。勝ち越しのチャンスを逃しましたからね。これは痛い。監督の表情も険しくなっています。シュートをブロックした。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。ここで取り返す。鹿島の攻撃です。ドリブルで相手ゴールに迫ります。シュートは入るか。キーパーのダイビングセーブ。
これはすごい。いやー、ファインプレーですね。ここに来て明らかに試合の主導権を握っていますね。このコーナーでサポーターの声もひときわ大きくなりました。もう10分以上鹿島アントラーズの攻撃が続いています。チーム全体が乗ってきてますね。効果的に攻められているので、このままなら勝ち越しゴールが生まれるのも。なんとかキーパーが抑えました。おっと、これはいいぞ。相手を止められません。コンスンテが防いだものの、プレーは続いています。キーパーのファインセーブですね。コーナーキックが入ります。ここは頭で合わすも枠には行きません。ディフェンスのチェックが効いています。いいロブですね。これは得点のチャンスか。フィニッシュまで持っていくことができません。ポゼッションは相手チームに移ります。アントラーズが攻める。ドリブルで前に運んでいます。いや、攻撃は止められました。相手ボールです。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスをうかがいます。シュートはポストへ。このミスは悔しいでしょうね。リプレイを見てもキーパー不在のゴールに決め損ねたことが分かります。外す方が難しそうなシュートでしたね。力が入りすぎたんでしょうか。ポゼッションは相手チームに。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ここでうまく対処します。ここはサイドに空いたスペースを使ってきました。中の味方にいいクロスが入ります。ここは先制点のチャンスを逃しました。決まってもおかしくないと思いましたが、入らないものですね。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。鈴木優真、スライディングタックル。主審はファールを取ります。今シーズンかなり失点数の多いゲストチームですが、鹿島アントラーズは後半どんな試合を見せてくれるでしょうか。三沢健斗、相手のゴール前でパスを回します。じっくりチャンスを伺うも相手ボールになりました。ここでなんとかボールに寄せてきました。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。カウンターアタックに入るか。これは PK です。ここでリードするチャンスですね。 PK になりましたが、カードは出ないようですね。判定は PK となりましたが、確かにカードは出ていないようです。さあ、先制点となるか。止まった。止めた。止められました。キーパーに威圧されたんではないでしょうか。さあ、ボールを蹴った。おっと、クリアミスか。これは危ない。
しっかりとブロック。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。鈴木優真、ディフェンダーをうまくかわした。キム・スングがしっかり止めました。クリアして危機を出しました。今のタックルはカードが出るかもしれません。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。カウンターアタックのチャンスです。ここは抜いてきた。ここは味方を使います。通ればチャンス。素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。チャンスを作り出せてはいるんですが、なかなか決めきれないですね。フィニッシュの精度も上がってきているようなので、そろそろネットを揺らしてくれるんじゃないでしょうか。お、シュートチャンス。キーパーがいいセーブを見せました。コーナーキックを蹴った。クリアしきれない。相手のチャンスとなるか。これはファールです。主審が先ほどの プレーに注意を与えています。どちらのチームもここで選手を交代してきます。キム・ミンテ、ルーズボールになっています。主審はプレータックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。鈴木優真、ハンドです。ちょっと軽率だったかもしれませんね。ドリブルで敵陣へ持ち込む。いいところにクロスが入りました。クリアしました。コーナーキックです。エリア内へ向かうか。あっと入った。アウェーチーム先制。ここでライバルを突き放しました。映像が来ました。コーナーキックからのいいボールです。最後はドンピシャのヘッド。お手本のようなゴールでしたね。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね。この時間だと厳しいと思いますよ。タックルでボールをダッシュ。ナイスプレーです。ここでボールをダッシュ。今のはいいプレスでしたね。危ないプレーに見えました。カードでしょうか。ここは素早くリスタートしました。これは決めたい。ここもキーパーが立ちはだかりました。素晴らしい反応ですね。大事なコーナーです。これで追いつけるか。鹿島アントラーズ選手交代です。中に入れた。ちょっとクリアが小さいか。
身を挺してブロック、危機を脱しました。おっとボールを取り返した。これはカウンターのチャンスです。カウンターへの対応が遅れているようです。これはまだありそうですが、ゴール！キーパーのミスを見逃しません。こぼれたボールをゴールに叩き込みました。この失点シーンはキーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。むしろ相手にチャンスを与えたような形になってしまいました。監督も怒っていると思いますよ。監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。ボールを失いました。素晴らしいボールだ。ミドルレンジからの強烈なシュートでしたが、少し高すぎました。ちょっと不可思議でしたか。惜しかったですね。ここでディフェンダーを投入してきます。試合を終わらせにかかりましたね。負傷者対応に要した3分がアディショナルタイムに加算されました。ボールがこぼれている。ドリブルで進みます。絶好のチャンス。ボレーシュートが決まった。素晴らしいフィニッシュです。リプレイが出ます。このクロスでうまく崩しましたね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。諦めずに得点も狙って試合終了。鹿島アントラーズ、負けられないダービーで敗北を喫しました。今日はライバルとの一戦というプレッシャーに負けたのかもしれませんが、それにしてもやられすぎですね。いつものサッカーを全くできていませんでした。今日の悔しさを糧に次回の対戦でのリベンジを期待しましょう。